熊本乳児院で子どもへの虐待行為があったとされ、熊本市が調査を続けていた問題、今日市が結果を明らかにしました。市は子どもの頭を叩くなど合わせて9件の行為を虐待と認定、運営する法人に対し改善勧告を行いました。熊本市が昨日付で改善勧告を行ったのは、熊本乳児院を運営する社会福祉法人熊本市社会福祉協会です。熊本乳児院をめぐる改善勧告は去年3月に続き2度目です。事実の確認を行ってきましたけれども、実態がつかめてなかったというところはちょっと否めないと思いますし、適切な養育がなされていなかったことについては大変重く受け止めております。市は外部からの情報をきっかけに去年11月から調査を実施、2008年度から今年3月までの15年間に子どもの頭を叩くなどの身体的虐待が5件、使用済みおむつが入った袋を子どもの顔に近づけたなど心理的虐待が4件の合わせて9件を虐待と認定、他に24件の不適切な行為があったとしました。調査では子どもが肘の脱臼を起こしたことも確認されましたが、直接の原因が分からず、市は虐待等の判断はできないとしました。外からの目が届きにくいところなので、積極的にやっぱり第三者の方、外の方を施設にこう入れていただいて、風通しの良い、それこそ風通しの良いこう施設であるように、施設としてもこう変わっていただきたいと思っていますので、そこについてはこちらからもきちんと定期的にですね、そういうようなことができているのかということをしっかりと見ていきたいと思っています。市は施設側に対し、報告書の提出に加え、第三者委員会の設置や職員研修の実施などを求めています。調査の結果、虐待を行ったと特定されたのは5人です。熊本市からの改善勧告を受け、熊本乳児院は顧問弁護士を通じ、改善勧告を真摯に受け止め、一層の改善に取り組む。速やかに理事会で議論し、改善の具体的方針を立てていきたいとコメントしています。